こんにちは今日はアフターについいいてお話ししたいと思います今まで同伴のお話とかあとホステスさんのお仕事のお話の回でアフターについてお話ししたことが何度かあったんですけどもただアフターだけを深掘りしてこういうことをするんですよとかこういう気持ちで言ってくださいねみたいなことはお伝えしてこなかったのかなと思ったので今回はアフターだけについてお話ししていきたいと思います。 で、でで、アフターって何でしょうっていういことでホステスで働いたことある方は皆さんご存知だと思うんですけども営業時間が終わってからお客様とお店の外で出かけるということを全般を指すんですけども一番アフターで多いなって思うのはうん、まあ、結構食事してきている方もいらっしゃるんで簡単につまめれるバーとかあとは食事をあまりしていない人軽い人とか 女の子がお腹空すいたよって言うとご飯屋さんににアフターに行くことがあります大体その時は、まあ、麺類が多いかなそば屋さんとかうどん屋さんとかあとはつまめるお寿司屋さんとかそういったとこですねに行かれる場合があります他に食事以外となると飲み屋さんですね飲み屋さんっていうのはまずバー以外にはサパサパっていうのは大阪ではよくナイトのお店って言われたんですけども 男性が働いていてて、まあ、男性なり女性なり働いていてでそこで男性がまあ接待するようなお店ですねでそれホストクラブとは違うんですけどももうちょっとカジュアルな感じでお酒メインで、まあ、に賑やかなところが多いんですけどもそれをよくサパーのお店と言っておりますでそのサパーのお店にちょっと似てるんですけどもそれがオカマだったりニューハーフだったりゲイだったりっていうオカマのお店があります あとは私はほとんど行くことないんですけどももともと六本木で遊ばれる方だとアフターで六六本本木木行こううよっていう風になっててい風にになの店に流れる場合もありますただ私はちょっとどういうところかわからないんですけども、まあ、多分これもサッパーとかバーの一つなのかなと思っております。 大体なんですけども、アフターが始まるのが、お店を出ていい時間が11時45分に設定しているクラブが多いんですけれども、それ以降になると外出をお店の状況によってしてもいいっていう許可が出て出かけられることになります。ちょっとお店がね、満席でホステスさんが少ないとか、 ちょっとこれからも来店予定があるからアフターは12時半以降ねとか1時以降に協力してねっていうケースもあるんですけれども原則はね11時45分以降のいずれかで出かけることになっておりますでその際実は時給もしくは日給っていうのは発生しないんですよ例えば日給が4万円の子がいるとするとアフター代っていうのはねこれは無償 時間外労働ですその4万円は4万円の中の中時間外労働になっておりますそれはもう皆さん個人事業主なのでアフターに行く方は私時給発生しないんですかっていう方はほとんどいなくてこれはもう暗黙のね了解になっていて個人的な営業活動の一環とみなされております。クライブはねアフターすごく多いんですけどもキャバクラはどうですかねアフター比較的少ないんじゃないかなって思っております。 で、キャバクラの子がクラブに転校するときによく聞かれるのは、アフターがクラブでは多いから、例えば営業時間5時間だけで日給がね、5万円だったら時給換算1万円ですけども、朝5時までアフターがあると、じゃあ4時間労働しなければいけない。だから5万円を9時間で割って、すると、 いくらになるこの5000円から6000円の間ですけどもそういった風に実給に考えて低くなってしまうということでクラブはちょっとって言われる方も多いのも事実ですだからこのアフター時間外活動っていうのはクラブが主にねメインになっている話なのかなと思っております アフターに行くメリットとしては、アフターっていうのは、お店の外で2時間なり3時間なりお客様と過ごせるので、まず顔を覚えてもらいやすいですし、仲良くお話しする時間が長いです。 アフターね、マンツーマンで行くこともあるんですけども、2対2とかね、3対3とか、結構大人数で行くことも多くて、で、そうすると、席でね、話してる子って、ぐるぐる変わっちゃうじゃないですか。クラブでもね、1時間に1回、2回が変わるんですよ。だいたいお客様2時間ぐらいで在籍されると、3、4人ぐらいとお話しするんですけどね。で、すると、印象をいい子はもちろん覚えてると思うんですけども、翌日になってまでね、その4人全員ね、絶対覚えられないと思うんですよ。もう忘れちゃう。 特に印象が良かった子だけは覚えてると思うんですけれども、まあ、そういった時にね、アフターに行くことによって、その後3時間とか2時間話すと、ああ、この子ってこんな子なんだなとか、えー、この子って思ったより感じ良かったなとかね、そういう風に、たくさんいいね、えー、自分の自己アピールするということに関しては、すごく有効なんじゃないかなと思っております。他にも、アフターが大好きなお客様って一定数いらっしゃいます。例えばね、来店がいつも10時以降とか、11時以降で、基本的に仕事が終わるのが遅いとか、あと夜に強い方とか、 はやはりアフターからメインみたいな方もいらっしゃるので、そういった方にとっては、やっぱりこう付き合いのいい女の子っていうのはとても点数が高いというふうになっております。他のメリットとしては、自分の係りじゃないお客様、ママのお客様だったり、例えば他の女の子のお客様のアフターって、時給も発生しないし、日給も発生しないし、同伴のポイントにもならないし、何にも成績にはつかないんですけれども、そのたくさんいる女の子の中で、名前とか覚えてもらいやすいっていうメリットがあるので、その係りの子 もし辞めた時にやはり一番最初に、ね、係ににね係しててもらえる確率は必然的に上がってくるんじゃなないいかなと思いますこの子いい子だなとかねこの子は信頼できるから次もし何かあったら担当を任せようかなっていうふうになるのもね結構あるのでアフターに付き合ったりちゃんとねお客様と覚えてもらってねきちんと営業する時間があることによって次のね自分の係りにつながるっていうのは一つあるんじゃないでしょうか。 先ほどはメリットのお話をしたんですけども、私がアフターで、これがデメリットだなっていうのをもし挙げるとすれば、一、まあ、つ目はね、体力的にね、非常にきついですね。朝ね、何時になるかお客様次第なので、まあ、1時、2時、3時に終われば早いですね。12時前に店を出て、1時間だけお蕎麦食べて帰る。まあ、これ非常に早いアフターなんですけども、長いアフター、まあ、4時、5時は結構あります。何割ぐらい 3、4割ぐらいは4時とかのアフターあるんじゃないですかね。3時までに終われば、まあ結構早かったなっていう感じかなと私の中ではヘルプ時代思っておりました。だからそうなると寝る時間がね、まあ3時に終わればもう帰宅して帰って4時台で、えー、4時に終われば帰宅して帰って寝るのがもう5時以降ってなるので、そうすると朝早く起きるのが大変になるので、朝からお客様にマ、まあ、イに連絡したり、ジム行ったりとかね、そういう自分の時間が減っていくし、えー、午前中の営業ができなくなるので、そちらは 体力的にねししんどいいちょっとととデメリットかなと思いましたあと単純にねお酒をずっと飲むのはしんどいですね、まあ、食事からだと同伴がまあ6時台だとしてねアフターが5時まであればもう11時間お酒を飲んでるので結構きついんですよあ20代30代前半は全然いいんですけどももし私が今それやってって言われたらもう絶対1日であもう無理無理ってなっちゃいますね食事をなるべく早い時間に入れてるのでもう5時までお酒を飲み続けるっていうとねすごくしんどいなって思いますあとお酒も変わってきます 飲むお酒はクラブではシャンパン、ワイン、ウイスキー,、えー、焼酎などが主流なんですけども、アフターに行けば、サパーだとね、えー、シャンパンもメインですし、あと、テキーラも出てきますね。カラオケに行ったら、まあ、盛り上がってテキーラ飲んだりとか、サパーにテキーラを飲んだりとか、あと、シャンパン飲んだりとかすると、お店で飲むよりも、もっとお酒を飲む場合もあります。なぜかやっぱりね、酔っ払ってくるとね、お酒って何飲んでもあんま味が変わらないので、お店の時と違って、 で、違う種類の、えー、アルコール度数が高い。お酒を飲むっていうのはちょっとね。大変かなーって思っております。あと、もう一つは酔っ払ってるし、お客様二人っきりになれるチャンスがあるので、プライベート感があるとしつこく口説いてくるお客様がいらっしゃいます。これ本当にね。これは大変なんですけどもこうお店の中でね。やっぱ口説く,どくどってすごい難しいんですよ。お店の中ってママも座るし、他の女の子も座るし、意外と1対1になる時間ってね。そんななかったりもするんですけども。 ただ、アフターになると、自分の行きつけのバーとかね、知り合いのお店だと、やっぱりね、なんかこう、落ち着いちゃって、まあ、口説き目的でね、行かれるお客さんもね、中にいらっしゃいます。ですると、一回ね、例えば、今日一緒に帰ろうとか、付き合ってって言って、あ、ちょっと無理、ごめんなさいって言われて、引き下がれば、まだスマートなんですけども、それをね、エンドレスでね、もう3時とかね、4時はね、ずっと口説いてくる方も、もういらっしゃいます。私も昔そういう人に遭遇して、調子にどいと思ってましたね。<laughs> で実際会った話なんですけれどもお客様が酔っ払ってその子を前々から気に入っていて口説きたいと思っていました女性もその空気が伝わってきてね「はあこの人結構口説きのお客さんだな普段の LINE とか連絡もちょっと口説きばっかりで大変だな」みたいなのがあったんですけれどもでそのお客様に誘われてアフターに行きました すると朝の時時まで4時間ずっと延々と「今日一緒に帰ろうホテル帰ろう一緒に行こうホテル行こうなんで行けないの今日いいでしょ」みたいなのを4時間ずっとエンドレスで言われてる子がいて結構なえるというか病むというかもうすごくしんどいつらいっていうふうになってやっぱ夜の仕事嫌だなみたいな女の子も中にはいました私ちょっとそれ逆効果だと思ってて男性って好きな子と付き合いたい気持ちは重々分かるんですがただしつこいのって絶対モテない じゃないですかそもそもこの子いいお互いいいと思えば、まあ、スムーズにそういう風に流れになるだろうしただ断断っって見見え見えどころかちゃんと断ったのにそっから4時間食い下がるお店の営業時間だってね、えー、クラブって4時間5時間しかないのにそこから2人っきり4時間食い下がるっていうともう二度とこの人連絡取りたくないって思わせるぐらいのレベルのお話だと思うんですけどもやはり酔ってるとそういう風に今日しかないと思ってねなる方もいらっしゃるみたいなので、まあ、これって結構ねアフターあるあるなんじゃないかなと思っております。 時間の大に関わらずそういうふうにすごい口説きがね二人きりきついから「誰か他の子を呼んでいいですか?」みたいなアフターもよく聞くのでこの辺がねちょっとねデメリットかなと私は思っております。あとは「アフターはね仕事じゃないんだからリラックスしてよ」と言われる方もいらっしゃるんですけどまあ本当にね仕事のお金は発生していないんですけどお客様と一緒にいるので仕事の延長なんですね。なんですけどそれを忘れて女の子を本当とに何か好きなものを自分に食べたり出前取ったりお客様はないがしろにしてねサッパーの子とかバーのスタッフ とばっかり話ししたいまあ、こういうプライベート感があまり出すぎるっていうのもね、まあ、女の子によってはえ加減ができずにデメリットになる子もいるんじゃないかなと思いますこれは仕事意識持ってねちゃんとすれば改善できると思いますということで今回はアフターって一体何するのアフターって何っていう疑問について詳しくお話しいたしましたアフターに行くからには次の同伴をつなげて帰るそれがアフター行く一番の テーマじゃないかなと私は思っております。 朝3時4時5時までせっかくね長い時間お客様と一緒に入れるんだったらやはりそれで疲れて帰ってきてお客様もね3対3で行って6人だからなんか飲んで途中から記憶ないしあ確かに女の子たちと行った気もするけど店も覚えてないみたいな状況だと次につながらないですしやはりそういうねこう飲みすぎなアフターもあるにはあるんですけどもちゃんとね仕事としてこの日に食事行きましょうってお話を取ってきたりとか仕事を取っていきたいとかそれが一番大事なんじゃないかなと思います。アフター行きたくないいっていう方 やはりアフター行かなくてもいいように来店予定をたくさんもらうとか。 来店やってたくさん自分で作るとか同伴をして自分はちゃんとお客様をね早い時間に集客するのでアフターは行かずに帰りますっていうふうなポジションになるのが大事かと思いますだからお店的にはね人数合わせのアフターもあるんですよあそこを2人呼んでとか3人呼んでってお客様に言われることがあってお客様4人だからあと3人必要だっていう時にはやはり同伴してない子から選ぶようにしておりますだって同伴する子ってもう支度がね5時台とか4時台で6時から食事行ってるのでその分仕事が早いわけ ですよ朝もやっぱ10時より前に起きるでしょうし体力的にねすごくしんどくなるのでそういう仕事ができない子はせめて夜遅くまで仕事頑張ってねみたいなのはお店の中でこれはね別に誰が言うわけではないんですけれども。 そういうういい暗黙ののルルーっっててはは私はあると思っておりますなのでアフターに行く限りにはしっかり仕事を次につなげようアフター行きたくないんだったら同伴頑張ろうと前々から言っておりますが本当にこれねクラブでは厳しいように見えて当たり前のことなのでぜひねこれからねお仕事される方もしくはクラブで働いてて「私お客様捕まえないんでどうしたらいいですか?」って悩んでらっしゃる方は、まあ、お店としてはこういうスタンスでアフターに行った方がいいよっていう話だったのでぜひぜひご参考にしてみてください。それではまた。